岸、星に。交通事故でダメをべらした姉夫婦の子供を預かって、ミーガンと呼ばれる AI が入ったお助けロボを子供に与えたらターミネーター化してホラー映画になってしまったという AI を使ったグレムリンみたいなノリの映画。序盤に両親を亡くしたおクソガキ様の心のケアは大切だとか、人族も鳥と同じで両親がダメをべらした後は誰かが親鳥としてケアしてあげないと性格がねじ曲がるよってなって、結果超高性能 AI のミーガンちゃんが親鳥代わりになっておクソガキ様がそのミーガンに依存するというシナリオだったり、ここからネタバレなんだけど、おクソガキ様に対して敵対行為をしたクズたちがなぜか目撃者のいない時に物理的に消えていくといったシナリオはスカッとしてリモールとベネな展開。中盤はおクソガキ様の執着だったり、クズがザマーするスカッとする面白い映画なんだけど、中盤以降はありきたりのホラー映画に品質が落ちちゃう部分がやや残念。最近の映画のめちゃんこすごいところはこの映画はホラー映画のジャンルに片足突っ込んでいる作品なんだけど、ホラー映画に片足しか突っ込んでいないところがホエーっとなる。恐怖を演出しすぎちゃうとマスターゲットがどんどん減っちゃうから可能な限りカジュアルでデートファミリームービーからは離脱しないような構成だったり、ミーガンちゃんの発狂モードもやや不気味程度に抑えている部分があんこが震えるのぜ。でも全体的に面白いしよくまとまっているのぜ、おすすめなのぜ。ここから重箱の隅をつつく部分なのだけど、うちらがちプログラマーは AI がターミネーターできないことを知っているのぜ。今のプログラミング言語ベースでコードを作っている限り、一生人工無能がターミネーターすることは不可能だよ。理由はプログラミング言語では一生概念を理解できないからだね。ぶっちゃけ今の人族が将来 AI がターミネーターするんじゃないかと思っているのは、電卓が100年後に擬人化して人族の脅威になるんじゃないかと想像する感じなのぜ。もしかしたら何らかしらのオカルトで電卓が感情を手に入れるかもしれないけど、毎日電卓に八つ当たりしたって、毎日電卓で計算したって、絶対にその電卓がターミネーターになることはないからね。